中田選手、東京ステージお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、序盤から逃げに乗った、アピールできたと思うんですが、自分としてはどんな走りだったでしょうか。そうですね、もうあの自分の最初のオーダーであった逃げに乗るっていうことができたので、自分としては目標達成できてよかったなと思います。走ってる時はあのどんな気分でした。そうですね、こういう大きいステージであの逃げるのはすごく、自分にとってもいい経験にもなりましたし、やっぱ楽しく、まあ、きつく逃げれたと思います。はい、その初めてのツアーオブジャパン、あの振り返ってどうでしたでしょうか。そうですね、こういう大きなステージを初めて経験するということになって、自分の底力のアップや、まあ、自分の経験にもなって、今後の自分の活動につながるステージだったなと思います。はい、次の目標はどのあたりに置いてますでしょうか。そうですね、次はもうすぐに熊野があるんですけども、まあ、熊野で新人賞を取って全日本に向けていい流れが作れたらなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、宮里選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、今日の東京ステージは、まあ、ゴールに向けての展開だったと思うんですが、どうでしょうか。まあ、今日はそう、まずは総合を落とさないようにする、あとは黒枝選手のアシストをできるところまでするということの目標で、まあ、達成できたのでほっとしてますね。まあ、総合18位ということで、昨年よりも6つ上がったと思うんですが、まあ、自分の中で、何かあのレベルが上がった感じ、感覚とかありますか。そうですね、去年と比べて、まあ、体重がまず2キロくらい絞ったことに成功して、まあ、それのおかげで上りとか、まあ、富士のヒルクライムも大体ついてきたので、感触は良かったですね。まだまだでも甘いところがあるので頑張りたいと思います。自分の中でもっとここを伸ばしたいみたいなところあるんですか。そうですね、もう位置取りとか戦略とか、まだ集団の雰囲気とか勝ちへのパターンとかがつかめてないところがあるので、そこをもっと勉強したりとか伸ばしていったらいいなと思います。はい、じゃあ、次の目標はどこになりますでしょうか。まあ、熊野とか挟むんですけど、まずは全日本ですね。全日本でまずまた調子を持っていって、しっかり結果を残せればいいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、中田選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、今日の東京ステージは、最後スプリントに向けての動きだったと思うんですが、どうだったでしょうか。はい、はい、ですね、僕は、最後は黒枝選手のサポートということで、最後から、2枚目として、仕事したんですけど、黒枝選手が、いい位置にうまくはまり込んでくれたんですけど、ただ最後ちょっとチェーン落ちてしまって惜しかったんですけど、そういった、連携とかはこれまでやってきたのからよりこうなんていうんですかね、うまくなったんじゃないかなと思うので、まあ、今回はちょっと残念でしたけど、次回はしっかりと結果残せるように僕も もっと仕事できるように頑張りたいと思います。まあ、今回は、目標にしていた優勝ポイントの獲得が、まあ、できたと思うんですけども、はい、ツアーオブジャパンを振り返ってどうだったか。まあ、そうですね、まあ、やはりその UCI ポイントを目標としていた、 UCI ポイントを取ったっていうのは一つなんですかね、目標を達成できたという意味では良かったんですけど、ただやはりこれ以上上総合で上の成績を
残そうとするとやはりそのクイーンステージである富士山でもっとその登攀力がないと、勝負にならないので、そうですね、そこのところの課題を、来年までに、しっかりとそうですね、克服できるよう、また練習だったりとかで、やっていきたいと思います。はい、次クマンの全日本とレース続きますが、はい、目標は教えてください。コンディション自体はいいので、まずそうですね、クマのでもまた UCI ポイントを取れるように、頑張りたいのと、あと全日本選手権はエリート初挑戦になるんですけど、しっかりとそこで結果を残せるように残り期間は短いですけど調整していきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。野寺監督、ツアーチャップお疲れ様でした。ありがとうございました。今日の東京ステージ、中田選手が逃げて、最後は、スプリントという体制になって、ちょっと黒枝選手にトラブルがあったようなんですが、今日はどうだったんでしょうか。今日この東京ステージですね、島のレーシングチームが考えていた理想の展開になりましたね。まず中田、木村、もしくは入部が勝ち逃げに乗るという作戦、最後集団スプリントになれば黒枝で勝負するという形で今日臨みました。でしっかりと、中田が少人数の2人に乗ってもらって、先手を打ってレースを先行する形で、進んでいってですね、ともすればその逃げている選手に、チャンスが生まれるかもしれないので、それも一つ頭の中に入れてたんですが、そうでなくて最後それが無理だという時に中田含めて、ゴールスプリントの動きに、加勢するというのが一つのプランだったので、それをしっかりとやり遂げてですね、最後かなりいい位置で島のレーシング隊列を組んでですね、黒枝をいいところに持っていったと。ただ残念ながらもう本当に最後の勝負どころで、黒枝がちょっとトラブルを起こしてですね、おそらくそのトラブルというのは本人のミスもあったんだと思うんですけど、結果的には勝負に絡めなかった、本当にもう心の底から悔しいんですけど、この本当にね、わずかなところで勝負に絡むことができなかったし、悔しさというのが今までにない状態なのでなかなか難しかったので、もう本当にね、そこまで今日この東京ステージで、駒を進められたというのはもうものすごく今終わって、結果は残せなかったけど満足しています。このツアー全体としてですね、島のレーシングチームがやったことというのはもう日々チャレンジを繰り返していって、その理想の形に近いところまでできていったと、理想以上の頑張りをしてくれた選手も、いますし、もう本当にね、今まではもうついていってどこかに可能性があればそこをつかみ取ろうというレースが続いていたんですが、もう来年はもう自分たちでレースを動かして勝ちに行く、今年もそれができたと思うんですけども、実質それが見えたので、全員がそれをね、もう手に届くところだということを共有してまたトレーニングに臨んでいけるかなと思っています。今後もレース続きますので、そこでも勝ち星を目指して頑張りたいなと思っています。湊選手と横山選手が UCI ポイント圏内で完走して、木村選手も、前半で山岳賞に挑戦したりと、いろんなチームの中でも戦いがあったと思うんですが、どのようにご覧になってましたか。そうですね、やはりチームの中でまずチームメイトがライバルとしてですね、争うことによって、他チームとの争いにも発展していって、お互いが、高め合ってレースを進めていくというのがその、若い島のレーシングの発展していくために必要なことだと思っていたので、もう彼らが、実質自分たちの役割というのを認識して、走ることができたというのはものすごく進歩した形かなと。それぞれ自分のキャラクターを理解した上で走りに反映させるということができてきたので、もう本当に今はそうですね、成長の段階としては理想の形が見えてきたなと思っています。はい、次熊野全日本とありますが、チームとしての目標はどのあたりになるでしょうか。もちろん、熊野に関しても全日本選手権に関してももうそうですね、現実的に勝ち星、勝つことを目指して
やっていくだけですね。全日本選手権は特にそうです。日本で、ね、最高のタイトルだとは思うので、まあ、そこでまず勝って、次世界を目指すと胸を張って言いたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。